かないんだ。ああ、ね、動けなくなった。なんだこれ。ああ、みんな戸惑ってる、戸惑ってる。な、ロイドさん、アーニャさん、先日お金もたくさん手に入りましたし、今日はみんなでお買い物行きませんか？今日も出かけ、お買い物ワクワク。ピーナッツ100袋くらい買って。アーニャ、ピーナッツは1袋だけだからな。父、アーニャと同じ超能力。ルイドさん、アーニャさん、すっごい広いスーパー見つけたので、このショッピングカートで競争しましょうよ。本当は良い子は真似しちゃいけないですけど。あー、アーニャ発揮。なんだこれ。そう、これを使って競争です。で、一番乗り、そう、一番乗りした人がこのスーパーで好きなだけ好きなものを買えるのはどうですか？なんか、うわっと、ね、え、いや、なんだこれ。みんなどこにいるの？あれ、私結構順調に行ってますけど。ヨルさん、一人で。ああ、だった、まあ、ダメダメって言われました。あ、カート手放しちゃいました。あは、進めない。しょうがない、戻ってあげましょう。あはー、ダメ、なんか、あーにゃ、ピーナッツが欲しい。頑張る、痛い。いや、なんか、すごい。あーにゃ、ピーナッツが欲しい。え、この上に行かないとダメだね。あはは、痛い。あーにゃさんとぶつかってしまう。正面衝突してしまいました。あら、アーニャさん、父だけ仲間外れです。あれ、遅い。でもいいんです、競争なんで。競争、じゃ、あの、趣旨が全くわからないんで。頑張る。趣旨が全くわからないんですが。このショッピングカートを必ず使って競争です。ピングでカートを使わないんだ。アーニャ動けなくなった。なんだこれ。ああ、みんな戸惑ってる、戸惑ってる。な？すごい声出ましたよ、ロイドさん。どうしたの？全然助けてあげないんだから。某なんたらカードみたいに何周かしますから。え、なんか取るとかありませんか？これこれコイン、コイン取ったらね、早くなります。早くなる。これ以上早くなったら困る。会いたい。アーニャさん、父、アイテムも取らずに堅実に行こうとしてます。ひよってるやつがいる。いや、アイテムを取る方がひよってると思うが。そうでしょうか。ひよってる。人生とはギャンブルです。殺されてる。あ、すいません。あれ。ああ、ヨルさん、なんすか、なんですか、早いですね。なんすかとか言っちゃいまして、はい、なんすか。あは、これもしかして練習した？練習をしたのですか、ヨルさんは。これ母もしかして、あ、終わっちゃいました。母引き分け。3回戦勝負にしましょう。3回戦勝負して、うん、勝った人が好きなものを好きなだけ買える得点。なるほど。ピーナッツ、父、アーニャ、ピーナッツ欲しい。勝ってたらな、うん、勝つしかないです、アーニャさん。子供も大人も関係ありません。音投げない。アーニャ頑張る。でもカートで遊ぶのは子供の方が得意なんじゃないですかね。アーニャ得意？うん、絶対負けないんだから。勝負というからには必ず勝たねば。そう。アーニャ、アーニャ得意かもしれない。アーニャさんすごいです、毎回。ちょっと母を置いていく。アーニャ、ピーナッツ食べたい。ピーナッツの欲望すごいな。ちょっと、ヨルさん、お待ちになって、ね、お待ちになって。私、あの、ひょっとして今カート持てなくなった。アーニャ、カート持てなくなった。あらあら、どっかに挟まってしまいましたか。ガッコンガッコン。ミッチ、母、アーニャ持ってない。待ってください、今すぐ行きます。どこか分かってないですけど。父、どこ？カート取れない。あ、いたいた。どこ？カート。カート取れない。ここ取れないの、これ。よし、お、いけるんじゃない。
もう一回。はい。ちょっと待って。さよなら。いや、あれ、それ。さよなら。あれ、ゆるさん。ああ、騙される方が悪いんでーす。それは俺のじゃないですかね。チッチバイバイ。ちょっと、あれ。よし、あとは任せたアニア。君飛ばしてくれ、アニア。父、カイツなの？何ですか？アニアのカートに父乗ってる。その絵面、絶対面白いじゃないですか。ずるいですね、二人三脚ですか？これは本来逆であるべきなんだが、アニアが押してくれるから。アニアもカート乗りたい。でも父の運転怖い。痛い。え、なんか、え、どこだ、ここ。どこだ、ここ。どこに行ってるの、二人とも。ははーん、ステージの下来ちゃった。これ、どこだ。勝手に別次元行くのやめてもらっていいですか。ほら、アニア、カートに乗れ。アニャン、乗る。よし、父行くよ。ヨルさんの場所もわかんない。あ、私もファイナルです。自分の場所もわかんない。やったー、勝ったかしら。引き分け、どういうこと、なんで、今の引き分けですか。不服です。あーにゃん、6歳、何もわからない。ロッテリア、どこから出てきたんです、そのロッテリアは。ロッテリア、私これに勝ったらロッテリア50年分欲しいな。これに勝つんです、私は。え、飛び越えてた？誰か私の先を行った？許さない。もうこれ家族さんに全員複雑骨折ぐらいしてますよね。確かに。この後病院か。ありえますね。おっと、はぁ、うん、なに、誰、引き分け。あれ、どういうことですか。このゲームは勝てないゲーム。勝てないゲームですか。全員1位です。悔しい。泣きのもう一戦いきましょう。わかりました。いや、欲望が足りないんだわ。欲望、これはミッション、これはミッション、ミッションです。茨姫、いきます。茨姫、あ、茨の道を私は姫のように行きます。あ、なるほど。はい、ちょっと私は、はい、文学的で小説書きたいなってずっと思って。いいですね、文才が。そうなんです、そうなんです。なるほど。危ない。今アーニャ1が、なるほど。アーニャピーナッツ、アーニャピーナッツ、もうアーニャさんがピーナッツになってしまいました。ちょっと待って、あ、どうしよう、ランニングマシーンにカートが引っかかってしまいました。ちょっと待って。おはははは、ちょっとちょっと、いや、ヨルさん、なーにー。アーニャさん、ロイドさんが女に手加減ないです。いや、アーニャには手加減してますよ。ひどい。人がアーニャに手加減ない。女同士の争いほど醜いものはないんですよ、アーニャさん。なんか後ろに…父と母が痛いった。してない、してない。もうむしろ殺伐としてます。俺の後ろをヨルさんがさっきからひたすらカゴをぶつけてくるんです、俺の頭に。父、母、アーニャ、変なとこ来ちゃった。またまたか。よく変なところに入るな。母、父、あ、なんか待って、これは引き分けです。ずっと引き分けです。もうずっと引き分け。でもアーニャ楽しかった。楽しかったですか。これはもう3人で一緒に好きなものを買いましょう。ピーナッツ、もう何度やっても引き分けなんで、もうみんなで好きなもの買いましょう。そうですね。私はじゃあアーニャさんに頑張ってたのでキメラのぬいぐるみを。嬉しい。父は、それじゃ俺からはアーニャにボンドマンセットを買ってあげようかな。ボンドマン、アーニャ嬉しい。スパイごっこできますね。うん。アーニャさんは、じゃあアーニャは音の出ない本物のピストルが欲しい。
父に打つ。え？最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価してくれると喜びます。ではまた次回の動画で。バイバイ。